放送席、放送席、勝利監督インタビュー、西村監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。あれ、粘って諦めないというこの今年のロッテの野球が出ましたね。そうですよね、5点差つけられてたんですけども、しっかり追いついて、最後はね、本当にいい形で終わったと思います。井口選手、三郎選手、そして大松選手、やってくれましたね。そうですね、このところずっと調子を落としたんですけども、まあね、日頃からしっかりやっぱり練習してましたんで、その成果だと思います。さあ、これで3連勝としました。また大事な試合もありますけれども、チームの輪が出ましたね。そうですね、いつも、みんな一つになってやってますんで、ファンの皆様と共にですね、頑張っていきたいと思います。では最後に明日に向けて一言お願いします。一戦一戦本当みんなに力を合わせて、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。西村監督でした。ありがとうございます。